はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ、クローカーです。スポンドへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。2時間足ボリンジャーバンド、一目均衡表トエンドが出ておりません。ストキャスティックス、外シグナルが点灯ということで、2時間足ベース、上値の重い展開と考えております。はい。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。二時間心ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21本。移動平均線、真横を向いております。トレンドが全く出ておりません。そんな中、えー、どうそかしらと言いますと、まあ、レジスタンスラインとしてセンターラインがワークしておりますので、なかなか上には行きづらい状況ということで、二時間足ボリンジャーバンドはトレンド列状態ということです。二時間足ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しております。はい。二時間足一目均衡表です。はい。こちらも、 はい、ロ、えーソク橋と雲の位置関係からトレンドレス状態ということですはい、そんな中ローソク橋と言いますとサポートラインとしてワークしております転換線き、転換、えー、基準線ですね基準、基準線下抜けトライ中なんですけどこれもあのなかなか下に行きづらい状況ということですはい、それでは、えー、と本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインです はい、サポートラインにつきましては、二時間足ボリンジャーバンドマイナスシグマラインレベル、二時間足ボリンジャーバンドマイナスシグマラインレベルということです。はい、続きまして、レジスタンスラインですね、二、はいえー、時間足ボリンジャーバンドプラスシグマラインレベル、はい、こちら165円の1号レベル、165円の1号レベルということです。はい、サポートラインは二時間足のボリンジャーバンドマイナスシグマラインの163円の72レベルということです。 はい、ポンド円本日ロンドン市場の予想レンジ163円の72レベルから165円の1号レベルということです。はい、ポイント、買いシグナル点灯も上値は重そうということで、はい、二時間足ボリンジャーバンド一目均衡表、全くトレンドが出てない中、二時間足ストキャスティックス、はい、買いシグナルが点灯しております。ポイント、上値は重そうということなんですけど、二時間足ボリンジャーバンドレジスタンスラインとして、はい、えっ、ー、と、 まあ21本、移動平均線がワークしておりまして、2、はい、次間足一目均衡表につきましては、まあ、あのサポートラインとして、今度は基準線がワークしててということで、上にも下にも抵抗体がありまして、なかなか方向感が乏しい状態ということです。はい,そう,いうことで、ポンド円ですね、はい、本日、ロンドン市場におきましては、まあ、方向感がないレンジ内での動きと見ております本日は以上となります。